プロが絶対にやらない動画編集3選をご紹介します。今日はプロがやらないかっこ悪い動画編集3選をご紹介していきたいと思います。これから紹介する3つのことを動画編集でやってしまうと、見ていて気持ちよくない、または素人感がすごく出てしまうので、動画編集時にご自身でやってないか、ぜひ最後まで見てチェックしてみてください。まず1つ目は、映像をつなぐときにエフェクトを使う。映像をつなぐことをトランジションというのですが、そのトランジションの時に動画編集ソフトに入っているエフェクトでこうつないじゃったりすることってありませんか？これは動画編集者初心者の方に結構多く見られるんですけど、例えばこんな感じのスライドだったり、回転だったり、ズームだったり、確かに一見かっこいい感じはあるんですけど、どうしても無理くりこうつないでる感が出てしまって、どんなに映像自体がかっこよくて綺麗であっても、そういったエフェクトを使うことによって、まあ不自然な印象を与えてしまって、一気に映像が台無しになってしまいます。映画や MV のようなプロが作った映像っていうのは、そのさっき紹介したようなスライドだったり、そういったようなエフェクトっていうのは一切使ってないんですね。ただ一時期ですね、シネマティック動画クリエイター、その海外の方がですね、ズームトランジションだったり、あとはわーって変わっていくルマフェイドって呼ばれるエフェクトだったりっていうのを使っていて、その時に一瞬流行ったんですけど、今ではもうそのエフェクトとかもですね、皆さんもう見すぎてお腹いっぱい感があるので、もう今後は使うのは絶対にやめましょう。ではどうやってそのカットのつなぎ目、トランジションをかっこよくするのか、いろいろな方法があるんですが、分かりやすい例でいくと、 A のカットと B のカットに関連性を持たせることです。例えばこの映像のように丸いもの同士をつなげる。これはマッチカットといって、関連性のあるもの同士をつなげるトランジションの手法です。または音が出るタイミングで映像を切り替える。車に乗ってドアを閉めたタイミングで、その音のタイミングで空撮に切り替える。その他のトランジションについてはこちらの動画で詳しくご紹介しておりますので、お時間ある際にぜひチェックしてみてください。2つ目は、映像が音楽に合っていない、または合わせすぎてしまっている。この映像に音が合っていないっていうのは知ってる方も結構多いんじゃないのかなと思うんですけど、全く音楽に合っていないと見ていて気持ちよくないですし、没入感を得られないですよね。例えばこんな感じの映像です。やっぱり音が合ってないと少し気持ち悪い感がありますよね。今度は逆に、音楽に映像を合わせすぎている。これは動画の初心者を超えたあたりの方がですね、結構やりがちな編集方法になってしまうんですけど、全部の映像を音楽に合わせて切り替えてしまうと、あ、次ここで切り替わるだろうなっていう予測ができてしまうので、そうするとつまらなくて、こう分かりやすい映像になってしまいます。特にその中でも一定の間隔でずっとこう映像を切り替えてると、見ていてものすごく退屈になってしまうので、この方法は絶対にやめましょう。例えばこんな感じの映像です。ちょっと単純すぎて素人感がありますよね。ではどうやったら心地よくかっこいい合わせ方にできるのか。それは音楽の重要なタイミングで合わせて、その他のところでたまに音を外す。例えば重要なタイミングってどこかっていうと、サビに入るところ、あとはサビの中、それまでの間っていうのは音に合わせたりたまに外したりをします。そして重要な場面、サビに入るときにバシバシッと音にはめる。そうすることによって、サビの部分、本当に気持ちいいところで音がバシバシッとはまっていて、そうでない部分で音をたまに外すことで、全体を見たときにメリハリのある気持ちのいい映像となります。実際にそのように編集した映像を見てみましょう。いかがでしたでしょうか。サビ以外でも重要な場所として、イントロの部分だったり、キーとなる音では音を合わせて、そうでない部分は音をたまに外す。これを意識するだけで印象がだいぶ変わるので、ぜひ試してみてください。3つ目は、カットの素材が一定になっている。
これはどういうことかというと、 ABC とカットがあった場合に、その ABC のカットが全て引きの映像になってしまっているなど、素材が一定になってしまっていて、見ていて同じようなカットなので、そのバリエーションがないので、すごい退屈な印象を与えてしまいます。その場合は引き引き引きなどでつなげるのではなくて、同じシーンでも引きのカット、そしてミドルカット、そして寄りのカット、距離感を変えたカットをつなぐことで、飽きることがなくストーリーを伝えることができるようになります。この場合は編集時だけじゃなくて、撮影の時も同じ場所で引きのショット、ミドルショット、そして寄りのショットを撮るように心がけましょう。そうすると編集時に非常に楽になるので、これも一つ覚えておきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今日はプロが絶対にやらない動画編集3選をご紹介しました。この3つのうちにどれか1つでもご自身に当てはまっていないかチェックすることをお勧めします。もし1つでも当てはまってしまっている方は、ぜひ改善策をもう一度見て試していただけると、さらに映像のクオリティが1段階上がると思いますので、ぜひ試してみてください。このチャンネルではシネマティックな映像制作に関する情報をこれからも発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また誰でもシネマティックな動画が簡単に作れるようになるオンラインスクールも行っておりますので、興味のある方は概要欄の公式 LINE アットからメッセージをいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。